小口克彦は、日本のアナウンサー、報道記者、テレビディレクター。大阪府出身、早稲田大学文学部卒業。早稲田大学文学部卒業後、1967年4月に TBS にアナウンサー12期生として入社。11月15日にアナウンサー研修室設置に伴い、アナウンサー研修室付県ラジオ局第一制作部勤務となる。主にニュース、報道系を担当。映画が好きで、ラジオ、朝のひとときでは、日本映画を紹介。試写会にデンスケを持ち込んで音声をテープ録音したものを映画音楽、内容を紹介した。その後、報道局ラジオニュース部に所属後、アナウンス職を離れディレクターに転身する。1996年、お天気クジラ、JNN ニュースの森における、ウェザーナビの評価で、技術振興賞放送番組技術賞を受賞。元フジテレビアナウンサーの岩崎真澄と結婚し、2児の父親となる。しかし、2009年10月に、住宅2棟を全焼する火災に見舞われ、妻の真澄を亡くした。また、この報道の際、小口の職業について団体職員と報じられている。TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。生年月日、昭和19年7月28日と明記しているが、ウィキペディアでは、西暦で表記する。柳沢健 2016P181-3 TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。出身地大阪府と明記。TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。出身校早稲田大学文学部と明記。3、放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、2002年1月、238ページ。送力1億6692万4883。TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、2002年1月、21から22ページ。TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、2002年1月、22ページ。TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、2002年1月、21ページ。柳沢健 2016、ピアニッシモ、10910、2、TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。ラジオニュース部所属者と明記。SOLARCAT ナンバー4。ブックス、SOLARCAT、OM 研究所。2017年2月24日閲覧。7、各種表彰1、外部団体の表彰。TBS50 年史資料編東京放送。2002年1月、287ページ。送力1億6692万4883。元アナ岩崎真澄さん、少子、山本文雄アナ悲痛、神も仏もない。スポーツ報知。オリジナルの2009年10月8日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/200080203033/http ほち読売 COJP トピックスニュース20091065と 1T00010 HTM2017 年2月24日閲覧ありがとうございます。